にちは、講師の伊藤真由です。今日はですね、苦手科目の勉強法、理系科目編って書いたんですけど、苦手科目、皆さん一つはあると思うんですね。じゃあ実際にどうやったら克服できるのかなっていうところを話していきたいと思います。私自身もですね、理系ではあるんですけど、数学とか物理が苦手科目だったんですけど、苦手から合格できるレベルには持っていけた、苦手克服の経験があるので、自分がやってきた方法っていうのを主に皆さんに教えていきたいと思います。やること3ステップに分けました。1つ目、分析する。実はこれが一番大事なんですね。科目、例えばじゃあ私数学が苦手だから青チャート1冊買ってきました。じゃあとりあえず最初から解き始めるよ。これだとなかなか苦手って克服できないんですよ。なんでかっていうと、自分の苦手が漠然とこの教科ってあることは分かるけど、どの分野が具体的にできないのか、何が原因でできないのかっていうところを知らないままやみくもに解いてるからなんですね。なのでそういうことをなくすために分析する、これがすごく大事なんです。具体的に考えていきます。じゃあどう考えるかっていうと、私は縦割りと横割りとかって呼んでるんですけど、縦割り、それは考え方の方ですね。例えばこれ科学の話だけど、計算問題なのか暗記なのか構造決定なのか、これを縦割り、そして縦で割った後横でも見ていく、これは分野別にっていうことですね。これはじゃあ数学の話になっちゃうんですけど、整数はどうなのか、奇跡はどうなのか、複素数はどうなのか、微分はどうかな、積分はどうかな。例えば数学だったら、数学の中でも分野と考え方に分けてこう見ていってほしいんですね。自分の中で達成度とか苦手度をこう丸とか三角×で書いていくことによって、私この分野が苦手だったんだっていうところに気づける。まずは分野別に見ていくっていう方から話していくんです。数学とか分かりやすいですよね。各分野の問題に対して自分がどれだけ点数を取れているのか、どのくらい分かってるのかっていうところを自分の中でこう書き出してみましょう。ですると、もうこれ苦手なものばっか書いたので、こんな感じで、奇跡全く分かんないから×だな、次やることとしては×がついてるものから始めていく、これがおすすめです。できないものを底上げしていく、三角のものを丸にする、×のものは三角ってすると、だん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 ×から三角に、三角から丸にっていう風に、だんだんね苦手が得意に変わっていくので、こういう風に底上げしていくっていうイメージを大事にしていきましょう。じゃあ次、縦割り何すればいいかっていうと、これ考え方です。科学の問題で計算問題いつも間違えるな、暗記はできるんだけどな、構造決定まだ全然取れないなっていう風に、分野に関わらずこういうのってあると思うんですね。それも自分で一回ね意識化して書き出してみましょう。この後何をしてほしいかっていうと、その原因を考えてほしいんです。例えば計算問題が苦手、これなんでかな、普通の人は計算が遅いからかな、計算ミスしちゃうからかなって思いがちなんです。計算問題が苦手な原因ってそこじゃないんですよ。計算問題ってどうして難しいかっていうと、自分で一から式を作っていかなきゃいけないから難しいんです。特に科学だと、ここに注目してこの法則を使ってこれについて式を立てますよ、これを全部自分でやらなきゃいけないから難しいんです。だから計算問題解けない人っていうのは、きっとその自分で考え方を一から作り上げるっていうのが苦手、じゃあ原因まで落とし込んでいって考え方をもう一回整理してちゃんと身につけようっていう風に対処ができる。分野だけじゃなくて、分野にまたがった問題の性質に合わせて苦手の克服のために分析、ぜひしっかりやってほしいと思います。じゃあ分析ができたらどうする。次は実践あるの基礎を身につける。これね、自分で問題解いて手を動かさないと身につきませんので、ぜひ演習を大切にしてほしい。ここでやりがちなのが、やみくもに問題演習するっていうこと。これだとダメなんですよね。時間ばっかりかかるし、やってる感は出るんですけど、そうじゃなくて、まずじゃあ最初にやってほしいこととしては、分野の全体像を見渡す。これやってほしいんですよ。じゃあこれ、問題集を一問一問こう個別に解いていった場合の図をちょっとイメージしてみました。この分野の問題って、じゃあこれは分かったけど他にどう使えるの、そうじゃなくて、上からね見下ろすっていうイメージを持ってほしいんです。この分野ってじゃあどういう考え方があったかな、じゃあその考え方って具体的にどういう問題になっていたかな、どういう時に考え方使っていたかな、この考え方できてない人すごく多いので、ぜひねこういうふうに復習、あとは一回やったけど苦手っていうところをもう一回やり直す際には絶対にこれやってくださいね。必ず振り返りをしてほしいんですね。で、振り返りって言いましたけど、振り返りにもポイントがあって、1つ目、その問題を解くときにどんな法則を使ったか、これ覚えるところですよね。例えば気体の状態方程式を使いました、数学だったらじゃあ奇跡で逆増法を使いました、どんな法則を使ったのか、これ必ず意識化して覚えていく。そして2つ目、
自分ができなかったことは何か、そして新しく学んだことは何か、これもね、ぜひ明文化して残してほしいんですよ。復習するときにすごい大事なんです。なんでこんな演習してるかっていうと、今までできなかったことをできるようにするためなんですよね。他の問題に使えることはないかなっていうのを考え、全体像を見渡すことで、じゃあ他の問題にもね当てはめる、一般化していく、抽象化していく、これすごく大事なので、問題解き終わって振り返りをするときにはぜひね、この3つの観点で見てあげるようにしてください。ポイントとしては、一つの分野を集中的にやってほしいんです。いくつもの分野を同時並行してダラダラやってしまうとなかなか身につかないんです。そうじゃなくて、じゃあ今日から2週間の間はもう複素数のところ徹底的に苦手を克服するぞって決めて集中的にやってほしいんですよね。そうすると基礎から応用まで順番にねできるようになっていくので、集中的に苦手分野を決めて苦手対策する、これも具体的にやってほしい方法としてちょっとアドバイスしておこうかなって思います。なのでこの問題演習でゴールとしては、解き方とか法則を身につけて覚えながら法則の使い方を学んでいく、これをねこの丸2番のところでやってほしいと思います。じゃ あ最後丸3番、1分野終わったら必ずその分野全体の復習をしてほしいんですね。これもすごく大事になってきます。どんなことを復習してほしいかっていうと、分野全体で見たときにこの分野で大切な考え方とか法則は何があったかな、つまりじゃあこの図を使うと、これが例えば分野だとしたら、じゃあこの奇跡っていう分野でどんな考え方があったかな、ここをね自分の中でリスト化してあげてみたり、こんな考え方があったっていうのを思い出してほしいんですね。そしてこの構造を自分の中で作ってあげる、これが大事なんですね。この構造ができたら、じゃあ自分で見たことない問題が出てきた時に自分で方針1から立てられますか、これをね最後に自分に問いかけてみてほしいんですよね。初めての問題が来た時に、じゃあ自分はどの武器を使ってどう攻撃していくのかっていうのを自分で再現できるかっていうのを最後に確認してほしいんですね。1分野終わったら復習、ここまでできたらきっとすごい苦手から普通まで基礎的な問題の考え方を身についたっていう状態、これで終わりにしてもいいし、もう少し自分はできるようにならなきゃいけないんだっていう人は、この復習が終わった後に応用問題を解いてみてください。大事なのは、応用問題はある程度基礎が身についたらその後応用問題を解いて自分に身についた基礎を使っていく、これが応用問題の意義なので、ぜひね応用問題を解く場合は分析して基礎を演習によって身につけてしっかり復習する、これをね繰り返していくと1分野ずつ一歩一歩苦手がね克服されていくはずです。先生できるようになったし、席もまあまあいいかな、複素数も分かった分かったっていう風にだんだん苦手が解消されて、いつの間にか得意科目になってるかもしれません。こういう風にね、苦手科目って何したらいいかわからないし、やっても難しいからなかなかモチベーションが湧かなくて放置しちゃってる人も多いと思うんですけど、でも苦手科目が一番点数上げられるところなんですよ。点数の伸ばしどころ、伸びしろって苦手科目にあるんですね。なので今回の動画を見たら、この、ね、内容を生かして苦手科目何やったらいいかわからないってことはなくなったと思います。なので今すぐ自分の苦手教科、じゃあ1科目書き出して、そして分野別に何が苦手なのか、考え方どんなのができないのか、着実にね演習していけばきっと苦手は解消されるはずです。では今日は苦手科目の勉強法を話してきました。参考にして苦手科目を得意科目に変えてほしいなと思います。それでは今日の動画はここで終わりにしたいと思います。この動画良かったなと思ったら、高評価、チャンネル登録、あとはコメントもお待ちしています。それではまた会いましょう。